中世日本、その暗闇を切り裂く一筋の光、その名は工場騒音。しかしその生涯は謎に包まれ、今の多くの疑問を投げかけています。今回はその未解決ミステリーに迫ります。出自不明、唐突に歴史の表舞台に現れた男、工場騒音。彼の謎多き出自はなぜこれほどまでに重要なのか、彼の存在が中世日本に及ぼした影響力は計り知れません。一体彼は何者だったのでしょうか。力の記者から勢力を拡大し、戦国の世を駆け抜けた先の彼の取った戦略、その武略や知略はいかに。短いアニメーションでその生き様を追います。時を超え今も語り継がれる北条早雲の謎、彼が残した足跡はどのように後世の歴史や文化に影響を与え続けているのでしょうか。その深遠なる影響力に迫ります。